意識が戻ったわね。ここがどこかわかる？網口柊。なぜか彼に対して奇妙な感情が湧く。まるで恋愛のような。質問に答えて。1985年。わかってる。大丈夫。そうちょっと薬を飲み忘れただけ。頭痛がひどくなったら飲みなさい。少し強い薬だから。副作用で一時的な記憶の混乱があるわ。安心して、すぐに戻るから。粒が大きくて飲みにくい薬だけど、これでしか頭痛は取れない。頭がスキスキする。大丈夫かい？まだ寝ていた方がいい。心配無用よ。まだ寝て。心配。もうダメ。頭が割れそう。これで少しは楽になるはず。時間移動はまだ無理よ。それも分かってる。治ったら教えて。14番は私の騎兵だ。 B 組に冬坂と如月、 C 組は薬師寺。女子の適合者は全員1年生だ。まだ寝ていた方がいい。心配無用よ。どこへ行く気だ？ついてこないで。そういうわけにはいかない。適合者はどこにいる？女子適合者リストの写真で確認しよう。それで先輩は甘いものって好きですか？その不審人物が接触してこなかった。あなたかな。なんていうか、関ヶ原 A と名乗り、奴の写真を適合者に見せれば接触。困ったな。こういう人を見なかった。好みの女性のタイプってあります？ちょっとどうなってんの。なんでそんなことやってるの。あんた逃げた方がいいよ。どうした、何かあったのか。別に何も。美和子ほら行こう。頭がスキスキする。どこ行くの。逃げる。なぜ逃げないといけないの。ついてこなくてもいいのに。そう言わないでくれ。これでも君の力になれるつもりなんだ。どうかしらね。もうダメ。頭が割れそう。君の把握している情報を教えてくれないか。より協力するために。何をじっと見てひどい姿って思ったんでしょう。確かにその傷だらけの細腕から、あの荒々しい騎兵の戦いぶりは想像できないな。見たの？前の戦闘の現場で森村先生を手伝っていた。それではどうしようか。
しは楽になるはず。転移の時間座標は40年た自由。周りにはいないわね。薬師寺さん、ちょっといいかしら。どうにもできないのね。何の話？あなたの問題。それでは。ちょっと、コート先輩は？泉くん、無事だったのね。やっぱりかっこいいよね。またですか、先輩。役員選挙。からかわないでくださいよ。僕はクラベ、クラベ十郎です。ゴート先輩、すまないな、クラベ。いいから言ってくれ。頭がズキズキする。クラベ、彼は泉くんよ。どういうことなの？ゴート連夜なら何か知っているのでは。クラベ十郎、どうなってるの？説明して。人違いだよ。嘘だ、彼を見間違えたりしない。知らない方がいいこともある。教えなさい。泉十郎はもういない。今の彼はクラベ十郎。戦闘で頭をやられて別人格になったんだ。回復は絶望的だ。もうダメ、頭が割れそう。これで少しは楽になるはず。網口一周、なぜかまるであの泉くんが私と同じ症状に。力を貸してほしい。あのロボットで世界を救うんだ。